っきの雑誌の方々にも、これ完成してるじゃんって散々言われてはいたんですけど、まあ、僕ら的にはまだ8割ぐらいかなって話をしていて、ここまでやっちゃいけないんじゃないかと。そのマシンの領域、 あとはどうするんだっていう。体験版というには、非常に多いボリュームを今回バンと出してます、惜しみなく出してますから、まあ、そういう意味では、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。完璧だと思ってもデバッグが出てくると、ここにポリゴンの欠けありますとかいう調整を、やっぱ E3 とかこう製品歩いてると製品レベルとして出すときにやっぱり最後のチェックでかなり見逃してた部分が出てきたりします。今はもうちょっと E3 版でやっぱ分かりづらいとか、ちょっとあのそういう指摘がテストプレイヤーに入ったもので、はいはい、例えばキャラ切り替えちょっと分かりづらいっすねって話もあったんで、まあ、メニューでちょっと小さい顔じゃ出してみようかなとか、そんな感じで作業してます。ほとんど家帰ってないみたいな。帰ってないです。今作業的には何をしてる感じなんですか。バグ取りをしてます。バグ取り。あ、もうバグ取りはもうそれこそいろんなコマンド開いてる時にいろんなボタンを押してみたりとか。そういう。今従来と全然違うじゃないですか。うん、そこでちょっと。評価が非常に怖いっていうのは、やっぱ怖い、怖いですね。何言われるか分かんない。しました。そうですね。ただちょっと操作を思いっきり変えたんで、そこのところで従来のファンは手間取ってるところが多いなっていうのがありますけど、まあ、そこをこれからうまく改善していければなと思います。まあ一番こう安心したのが、そう皆さん楽しんで、まあプログラマー的には安全に動いてるので安定して動いてるので正直そこが安心してます。安心して。あんまりなんか FF と思ってないというか、割と新しいゲームというか違うゲームを遊んでる雰囲気で遊んでもらっている。今回ばっかりは本当にどういう反応が返ってくるかって分かんなかったし、ちょっとホッとしたっていうか。でもこれが日本の人だったらどういう反応になるかっていうのはまたこれからなんで。ですよね。そこのドキドキがまたもう一回あるのか。はいはい、ゲーム
賞あたりで日本のプレイヤーは触れたらいいなとかですよね。そういう感じですよ。そうですね。
いつか自分の飛空艇を手に入れる。空賊になってあの大空を自由に飛び回るんだ。